ナウニュースをご覧の皆さん、こんにちは。ダジャハオ、さくらきずなです。ダジャハオ、我是有点假眼香。ダジャハオ、アロー、我是ロイエイ。私は幼稚園、小学校、高校ってモテ期がもう3回来てるので、もう今ないの、終わったの。だから当時はモテました。今モテ期かもしれないです。全然小中高と小学校中学校とかはもう逆になんか男の子っぽくて、男の子と一緒に遊んだりとかすごい活発だったので全然モテなかったし、高校は女子校だったので、でも女の子に告白されたりとかありました。私は中学校の時にありました、モテ期。毎月今月も出てるし来月も出るし、会いに来てくれた方とかいらっしゃるのがすごい熱狂的だなと思って、あんまり日本でそういうのないので積極的。うちらが台湾の人からしたらすごい、うちは有名人みたいに扱ってくれるからそうやってお迎えに来てくれるけど、なんか日本ではなかなかそういうのは そんなないから、だからそういうとこすごい熱狂的だなと思うとこと、でも日本のファンの方も台湾のファンの方ももちろん積極的な人もいればシャイな人もいるんで、そこまでなんか変わりはないのかなって思います。みんな優しいし。全部やりたいですもらえるお仕事は全部ねやりたいですね。私そのゲームとか そのエロゲーとかそういうゲームの声優さんやってみたいです。競輪のお仕事があったらいいなっていうのと、あとは台湾だったらもっと北京語を勉強して台湾の番組とか出られたらいいなって